はい、酒井さんの三家15センチです。お願いします。はい、こちらも酒井さんの三家で、模様は大柄な模様ですが、墨の配置がよくですね、こちらも白地から出ておりますので、これも秋に楽しみな一本です。顔の入りはいいですね。こちら墨がですね、大きい墨がポン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 と出そうなイメージの、細かいガチャガチャっとした墨じゃなく大墨が出そうな雰囲気の持った三家です。はい、サイドです。サイドです。お腹です。この今出ている墨がさらに大きくなり黒くなってくれると雰囲気が変わってくれると思います。はい、出てる墨の配置がいいので、はい、この墨がどういう風になっていくのかっていうのが楽しみですね。はい、そうですね。ジャミジャミした感じがしないので、はい、いい大きい墨がつきそうですね。はい、いかがでしょうか。酒井さんの三家でサイズが15センチです。ぜひよろしくお願いいたします。